はい、いつもありがとうございます。BGB の753ですね。MLB の2017ボーマンズベストのグループブレイクです。ワンケース使用して、グループブレイクします。ワンケースは8箱入り。で、1箱にサインが4枚入っております。ですので32枚出ます。まあ、今までね、2回、これで3回目ですかね。3回目やったのか。まあ、全部32枚出てますんでね。ドラフト上位の方はサイン2枚ぐらいかなという感じです。5位ぐらいからサインが3になって、下の2つか3つぐらいはサイン4になったりします。ドラフトはあくまでサインカードのみです。ボックスから出る他のカードはというのは、8箱開けていく順番にドラフト5位から、順に12位まで、5、6、7、8、9、10、11、12位、ね、8箱、出たまま、そのまま分配いたします。はい、これ結構、ね、積み重ねは、はい、かなり大きいものになるんじゃないでしょうかね。まあ、なので5位6位あたりは結構美味しいところかもしれないですね。はい、じゃあ、抽選いきます。ドラフト形式ですのでいつもと同じくサイコロ2つ振ります。はい、1と1の2は振り直しです。じゃあいきます。ランダマイズする回数、ほい、あ、飛んでった。こっちはね、4で確定で、もう1個はね、ちょっと待ってください。振り直します。はい、じゃあこれ、こっちは4ね、4で確定です。こっち置いてきます。はい、じゃあこれね、はい、1個振ります。はい、2ですね。はい、4と2で6回。はい、じゃあいきます。6回抽選。1、2、3、4、5。で、次が6回目。せーの、ポチ。6回目になっております。ドラフト1位は、ともさんです。ドラフト1位はともさん。おめでとうございます。こちら貼り付けます。はい、753のボーマンズベスト。ドラフト1位は、ともさん、おめでとうございます。ドラフト2位、HAS さん。あ、ドラフト3位もともさんです。おめでとうございます。ドラフト4位、シードさん。ドラフト5位、マロさん。ドラフト6位、HS さん。ドラフト7位、ジンさん。ドラフト8位、HS さん。ドラフト9位、TSK さん。ドラフト10位、FK さん。ドラフト11位、ジンさん。ドラフト12位、パピ34。ね、ビッグパピーのファンの方ですね。はい、じゃあ開けていきます。とりあえずよいしょ、ね、ケースを開けて、向き、箱の向きね。これはね、ポスターですけど、よいしょ。はい、こうですね、よいしょ。で、箱に番号を振っていきます。1番から8番まで開けていく順番です。番号を振りました。よいしょ。一応ね、ちゃんと番号、はい、8、7、6、5、4、3、2、で、1。で、カラーです。はい。はい。で、こちら、一箱目です。はい。合計8箱連続で開けていきます。で、こちらから出る、ね、サインカード以外のカードは、ドラフト5位の、マロさん、ということです。2箱目が HS さんとなります。よいしょ。はい、じゃあよろしくお願いします。ちょっと箱から箱を取り出して、それでパックですんで、ちょっとね、時間がかかります。なるべく急いでやりますけど、まあ40分ぐらいはかかるんじゃないかと思います。ボーマンズベスト、非常にいい商品です。ボックスでも結構ね、ボードラより売れてるんじゃないかっていうぐらい
ですかね、ペースで言うとね。このワンボックスに直筆サインカードが4枚出ます、メジャーリーグのスポーツカードですね、ボーマンズベストですけど発行はトップス社がやっております。はい、じゃあ1箱目ですね。はい、お願いします。はい、アトミックがマーフィー君、ダニエル・マーフィー君ですね。で、これインサートですね、ジマ。これもかっこいいですね、キラキラしてて。はい、ドナルドソンとかね。で、サインカードが緑ですね。誰でしょう、せーの、ほい。お、リゾベテランオートが来ました。リゾですね、98-99です。はい、リゾですね。はい、初っ端のベテランオート、薄いところが来ました。なかなか出ないですよね。で、インサート、これあのね、インサートリフ、この辺ね、モンカダ光ってます。あ、サイン2枚目は、はい、アレックス君ですね。ドラフト一巡のタイガースのピッチャーね、非常に好青年ということで。はい、ジマーがルーキーで光ってます。はい、ハニウエル君も来年かな。ね。アローヨ。コーゼン。ん、オレンジかな。ほい、アルティベアストロズカラーでいいと思いますね。22-25 です。これドラフト5位のマロさんですね。サインがないので。オレンジです。フィリップスが、あ、ジャッジのベースが来ましたね。はい、サイン。ゴア！ゴアが来ました。一箱もいいですね。ドラフト一巡投手二人と、リゾと、あと誰でしょうね。マチャドリフ。ヒメネスと、ダルベックのアトミック。ハーパー。ハーパーリフってます。センゼル。ベッツ。で、リフじゃないや、サイン。はい、ホルムスか。まあまあまあ、インディアンスですね。彼も一巡かな、一巡でしたっけ、ギリ一巡でしたっけ。ドラフトないとか書いてないですね。まあ一箱目、まあまあ、セール、リフ、アクナ、アオリフはアローよ、ルーキーです。はい、でサインカード以外のこのくらいの量が、ドラフト5位のマロさんですね。1箱で今見せたぐらいの量が、分配いきます、サインカード以外に。はい、次2箱目。1箱目はリゾゴア、リゾゴア、アレックス、ホルムスですかね。まあまあまあ、はい、このように、全8箱順に開けていきます。ボーマンズベストはあとグループブレイクできても次でラストですね。もう在庫がほとんどないです。ちょっとグループブレイクにするか箱売りにするかはちょっと考えます。
今日も2ケース分ぐらい出ちゃったんで、もうグループブレイクする分があとラス1ぐらいしかないです。ボーマンドラフトも今日再入荷しましたけども、ほとんど在庫がない状態です。ほとんどあと5、6箱ぐらいしかないです。もう、はい、よいしょ。じゃあ行きます。はい、マテオ君か、ベルリフジーターですね。はい、でマッケンジーは99ですね。5の99。はい、サイン、この色はせーの、はい、ダニングですね。初めて見たダニング。はい、2016ハップがリフ、バーティューコ、クリス・デイビスが250のパープル、ヒメネスリフ、ゴルシュミですね。あ、ハイウラ君でトラウトリフ。はい、サイン2枚目はせーの、はい、ネイト・コジマ・ピアソンですねはい、彼も高身長ピッチャーですね。でジャッジリフ、はい、最後ブリンソンね。でアトミック・ウィリー・アダムス、アダメス、クルーバーリフ。お、サインはリフってますね。せーの、ほい、ウォーモスですね、ブルージェイズ。はい、ショート、ブルージェイズのショートリフ、オートです。ダルビッシュがリフ、トラウト、ホスキンス、レンフロー、アデル、あ、キンダ、ヒメネスですね。はい、これもサインがないので、6位の HS さんですね。はい、サインカードはコーゼンズですね。ダイラン・コーゼンズ。フィリーズ。結構フィリーズも若手がかなり有望なのがいっぱいいますね。サンチェスとハップでフィニッシュ。で、次3箱目。はい。もうどんどん行きますね。どんどん行くんですけど、箱を開けてからまた箱を開けるという。今3箱目ですね。こちらから出るサインカード以外はジンさんですね。今のところ1箱目の5は、あとリゾがね、ベテランオートでね出ましたね。よいしょ。はい、じゃあ3つ目です。アトミックはレイエスですね。で、リゾの250。ブレイグマン、リフ。はい、サインは光ってます。せーの、はい。おーこれ、ショープリじゃないの？アデル君。ねえ。ショープリじゃないの？リフオートです。これ1位でしょ、もう。はい、ボーマンドラフトだと、鬼ショートプリントになってる。はい、ジョー君ね。はい、出ましたね。よかったよかった。イチローね、アルメン君、テイラー・オニール、ボーガー、はい、リフてます。ベック、アウルフ・ア・ベッツ、ポージー。はい、サインはジェピー・クロフォード、ルーキーですね。はい、キンブレル、リフ、
カルフォン、アルファロ、よいしょ、はい、ヒメネス、イチローリフです。はい、で、せーの、はい、ケラーですね、ミッチ・ケラー、ピッツバーグ、パイレーツのピッチャー、マッキー君、光ってます、これ、野手バージョン、ウィーゲル、これはアトミック・モンカダ、スワンソン、トーレス、クルーバーですね、で、これはメドーズ、はい、で、サイン、よいしょ、はい、ジーター君、アデル君と間違えちゃう。ジータ君もまあまあです。彼も一巡です。普通にベースボールアメリカで上位ランクされております。はい。はい。3個目ね。アデル君、ショープリだと思います。まあ、わかんないですけどね。ボードラだとかなり出ない。これ今4箱目ですけど、3個での内容は非常にいいですね。ん？今、ボーマンズベストのグループブレイクを開催中で、イマキュレートのサッカーの59回目はもう終わりました。ペリちゃんでしたね、今日ね。締めはペリちゃんでした。はい、じゃあこれが4つ目。はい。マキーこのベースカラーですね、スタート。アトミックは、カイルライトですね。はい、サインが、光ってますね。リフ星のホイ。はい。ルーカス君。まあまあ、来年かな、はい。ウィル・マイヤース、リフ。ホスキンス。マグワイヤー、セスペデス。マイちゃん。グルーム、リフ。お、金リフォート来た。金でしょ、これ。50でしょ。来ます。せーの、ホイ。おお、ベテランオート、はい、リゾに続いてコレアも来ました。47-50、はい、リゾは、グリーンでしたっけ、99、コレア来ました、いいですね、はい、かっこいい、はい、オニール、シンダーガード、ブリンソン、ゴルシュミ、はい、せーの、ほい、ボーモスク、はい、さっきリーフだったっけ、通常ですね、はい、モニアックとアトミックはマイク・トラウト、これかっこいいですね、よいしょ、はい、これはいいですね、スタントンがリーフで、ガルシア・パーラ、コペック、ヘイズリーですね、はい、サイン4枚目、せーの、はい。ダスティン・フォーラーですね。彼もサインがそんなにない、まだ、人だと思います。ただ、なんか、ピア。はい、一生懸命ね、書いてますけどね。もうちょっと丁寧に書いていただくと。メヒア君で、マッケンジーの250で終わり。はい、5箱目です。
はい、前半の4箱はかなりいいんじゃないでしょうか。ベテランオートも、リゾとコレア、あとね、アデル君も出てるしいいんじゃないでしょうか。いいですよね、やっぱね、ボーベね、これね、あ、ボーマンズベストね。よいしょ。箱で買っても全然楽しめますよ、これ本当に。ワンボックス12,700円でオンカードがほぼサイン読んでますね。うん。はい、こっから後半ですね。5箱目。ベースカードのシリアルはまだ25止まりですね。25止まりです。サインカードはさっきの金リフのコレアですかね。はい、じゃあこれが5箱目。アトミックはラミレス、ホセラミレスの方ですね。はい、アレックスリフ。はい、サイン光ってます。せーの、はい、うわ、またですよ。トゥーゴア。はい、今度リフです。はい、リンドは光ってます。これはラザフォードでバグウェル、コペック、マッカイ君、グリエル。はい、せーの、ほい。あ、バズ。はい、シェーンバーツ。彼も一巡投手。剛速球。ね。サンチェス。ジョシュベル・パープル。はい、トーミーで、これは、ロイス・ルイスだ。ブルーですね、150。はい、サイン。あ、ベリンジャーのペースね。で、せーの、ほい。はい、ハイウレ君。はい。9位ぐらいでしたっけ。ね。はい、トニー君で、ゴルシュミ99。ロブレス。カルフォン。ロイス・ルイス。あ、エイデル。はい、リフトマス。で、レデンプションがあります。ジャッジも出ました。はい、レデンプションは、せーの、はい。プライス・ハーパー。あ、ベテランが非常にいいですね。リゾーね、出てね、コレア出て、プライス・ハーパーです。はい、ベスト・オブ2017ね、横型のオンカードのやつです。ショップリでしょ、もちろんね。25位かかな。はい、やっぱ面白いですね。ボーマンズベスト、トーレス、レンフロ。はい、はい、ブライス・ハーパー出ても店長は、はい、あっさり次行きます。はい、次6箱目です。本当ベテランオートいいですね。リゾ、コレア、ブライス・ハーパーで、ルキも5は5割リフ、ハイルカも出てるしね。はい、今これ6箱目。こちらから出るサインカード以外のカードは FK さんですね。さっきの箱は TSK さん。よいしょ。
はい、楽しみですね、これね。よいしょ。はい。じゃあ行きます。マイク・トラウト。お、次これダブルの、お、アデルの金ですね。ベッツとアデル。5の50です。ここにシリアルがあります。金ですね。スプリンガーですね。はい、サイン。おい。ルーデスですね。レッドソックス2巡とかでしたっけ ?2 か3かな。でも結構成績はいいんですよね。はい、山城さん、マウントキャッスルさん、サンチェス、ラザフォード、ジャッジ。はい、こういうの重要です。マッケイ君、ウィーバー。はい、サインです。よいしょ。お、ロジャース。はい、彼も一巡ピッチャー、剛腕。トレバー・ロジャースですね。サインが丁寧です。集めたくなるような丁寧さ。シュミット・リフ、リバース、ベック・リフ、アトミックがシュミット。一巡の、はい、多種多彩な投球とチェンジアップが持ち味らしいですね。はい、サインがグリーンだ。結構色もつくし光りますね。はい、せーの、ほい、シュミット。はい、さっき話にあった。グリーンリフオートですね。はい、一巡の防御率1点台とかですね。17の99。はい。身長6フィート1ぐらいですけど、非常に防御率もいいし、ね。技巧派っぽいですね。5は、ハイウラ君リフ。はい、3、4枚目。せーの、はい。ミッチェル・ホワイトですね。ドジャースのピッチャー。ちょっと山本昌っぽい。若い時の。はい。あ、でもベストオブ2017に選ばれてるんですね。うん。カーブ。カーブボールが得意。ジョシュ・ネイラー。グリエル。ボット。はい。で、7箱目。はい。今これが7箱目です。あと7と8です。で、こちらから出るサインカード以外のカードはジンさんですね。はい、よいしょ。じゃあ7箱目ですね。はい、ハーパー。これのサインじゃないですね、さっきはね。別のインサートのサインです。で、サイン1枚目はルーカス君。はい、ルーカス君2枚目。さっきはリーフだったかな。はい、マッケンジーですね。リゾは50ですね。金リーフ15の50。はい、ハンクアロン。ハンクアロンもいるんだ。これはロブレス。で、5はリフ。サイン2枚目。よいしょ。シュミットですね。さっきお話ししたヤンキースの一巡の、はい、技巧派ピッチャーですね。ちょっと動画見るとね、マックス・シャザオっぽいんですよね。はい。はい。ブレグマンのアトミックルーキーです。綺麗ですね。はい、サインカードは光ってます。せーの。はい。ダスティン・ホーラーですね。
はい、もうちょっとね、F なんですね、これね。さっき P に見えちゃった。ピアーと思ったら、ホーラーの F なんですね。FR なのか。ホーラーなのか。ダスティン、ホー、R、DFR。はい。はい。っていう感じですね。はい、クリブラ、ブレイクマン。はい、サインカード来ました。ケース1ですかね、これね。誰これでわかる人、これでわかる人、誰ですかね。わかんない。行きましょう。はい、せーの、はい。ロイス・ブリンソンか。はい、はい、はい、はい。はい、ロイス・ブリンソン。1番だ。はい、これで良い正月を迎えられそうです。いや、違うでしょ。はい、分かってます。はい、サインカード、せーの、はい。はい、ペビ・スミスも、ドラフト一巡です。はい、卒のない打撃、ホームランも打てます。という選手ですかね。はい。はい、で、8箱目。切れてない。はい、これが8箱目です。最後ベースカード、サインカード以外のカードはパピーさんですね。7箱今来てますけど、まあまあ内容もいいんじゃないでしょうか。大事なところで店長が1個外したぐらいです。まだハープは来て、コレア来てますからね。ね、プロスペクトね、ファン以外としてもいいんじゃないですか。うん、コレア、ハーパー、リゾで、ゴアも出てますし、ね。あと、アデル君も出てますから。全然いいんじゃないですか。うん。まあ、最低サイン2枚取れて8800円ですからね。ドラフト下の方は多分サイン4枚は確実に取れます。真ん中以下は確実ですね。なので、そう考えたらいいですよね。うん。はい、じゃあ8箱目。あと、ベースカードもね、5以下は分配ですからね。はい。ベリンジャーですね。はい。はい、サイン、せーの。よい。ドリュー・エリスですね。ダイモンドバックス。よいしょ。マイちゃん。お、トーレスのアトミック。マカちゃん。モンカダ。スミス。マンシーニ・リフ。ベリンジャーの下。ベリンジャー来い。あ、来ない。ラガンズですね。コールラガンズ。あと2枚サインがあります。モニアック、リフで、ハーパーで、ヒーリーで、あとサインが2枚。アトミックはリンドアですね。ジャッジ。お、アトミックリフォートだ。25枚限定ですかね。誰でしょうかね。来ます。せーの、ほい。ボーゴー来た。はい、バーガー来ました。アトミックリフォーター、アウトはってなんだ。15の25。店長ちょっと唾入りました。はい、バーガーですね。アトミックリフォートです。 OK ね、 OK です。でも普通に考えて、アデル出て、バーガー来て、ハーパー来て、コレア来て、5位までは最低そこそこで、5は入れると7位まで取れる。このあたりがドラフト7位で5はですよ。ねえ、はい、マケ君光ってます。アルメン、はい、ヘイズリーで、ヒーリー、はい、サイン最後ですよね。はい、せーの、はい。エヴァン・ホワイト、まあ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 。ベリンジャー光ってます。はい、シフィール。
はい、で終了です。結構いいですね。うん、もう OK です。はい、完了でございます。はい、8箱終わりました。はい、で、急いで、スリーブ入れてローダー入れて写真撮って、店長のツイッターのもう一個のアカウントですね、カスタマーズヒッツがあります。店長のツイッターの一番上固定ツイートがあります。そちらに番号付きでカードの画像を掲載いたします。ドラフト順位に応じて、カードをね、番号を希望順にしていただいたリストを店長の G メールアドレス宛てにお送りください。明日の夜8時まで早いと助かりますという感じです。今回ね、ドラフト1位のトモさんが何を取るか、バーガーかハーパーか、コリアもいますからね、なんでしょうね、ちょっと上位陣がかなり悩む感じ。下位は普通にあのね、そこそこいい、バズ君とかも出てますからね、うん、落ちてこないかなと、はい、お待ちください。はい、じゃあ、ドラフト11までの陣さんまで、リストを送りください。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ボーボーはできたあと1回かなと思います。はい、ホームページちょっと明日更新すると思います。はい、じゃあ、また募集しました際はよろしくお願いします。ありがとうございました。